神に近づくときに、神様は私たちになお近づいてくださるというんです。私はここのところを思うときにね、ルカによる福音書でイエス様がお話しなさいました、あの放蕩息子の話を思い起こすんですよ。ルカの15章に、ある一人のお父さんのところに2人の息子がいたと書いてある。お兄さんは真面目なお兄さんでしたけれども、弟の方はあまり真面目ではありませんでした。お父さんにいる時からお父さんの財産をもらって、そして遠いところに出かけていって、それをもう湯水のように使い果たしてしまいます。もう本当にお家からして彼はそういう状況にあった時に、ふとお父さんのことを思ったと書いてある。お父さんのことに思いを馳せた、向きを変えたんです。お父さんの方に向きを変えたんですね。彼は向きを変えただけではなくて、お父さんの方に歩んできた。それは実際に遠い隣国から、遠い国からやってきたことでしょうね。ところがね、そこに何と書いてあるかというとですね、お父さんがね、毎日息子が出て行った方向を見てた。いつ帰ってくるか、いつ帰ってくるかと思って見てた。そうしてある時に、もうお父さんも年を取って、もう目もしばたくような中にですね、向こうからぼんやりと人影が見えたですね。目がかすんでしまってね、ぼんやりとしか見えなかったけれども、そのぼんやりがね、息子だと分かったんですよ。私はそうだと思う。私には息子がいませんから分かりませんけれどもね、お父さんね、世のお父さんにとってはそうだったもんですよ。自分の娘、息子のことは決して忘れない。髪片付けて、歩き方の特徴、右肩を歩いて特徴、あるいはガニ股で来る特徴、うちのせがれに違いないと。そういうふうに思ったに違いありませんね。聖書に何と書いてある？こう書いてありますよ。家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、走り寄っていた彼を抱き、口づけしたと書いてある。お父さんの気持ちですね。神様の気持ち。このルカの福音15章はね、いろんな解釈があってね、この頃の解釈の中には、あれは息子の物語ではない、お兄さんの物語だっていうようなことを言われて、おお、それいいなというような聞き方する人がいる。でもね、あれは弟の息子の物語でもありません。お兄さんの物語でもないです。私はそう思います。それはね、今日そういうような物語でね、そして教会に来る人たちは、新しく来た人たち、あるいはですね、あなた方のお兄さんであるあなた方の態度一つで、本当に弟さんの方が書いていじけて生きてしまうんだって、みたいなことでね、愛の心を持ちなさいみたいなことを言われて、説教がありますね。この頃そういう説教が流行ってるんです。ほんでもってですね、みんなね、いい解釈だなと思ってる。まあそういうこともあると思う。でも私はね、そうでないと思う。やっぱりあれはね、弟の物語でもなければ、お兄さんの物語でも、あれはお父さんの物語です。お父さんとはどういう方か、神とはどういう方かであることをイエス様が教えたかったんです。弟の生活の態度について教えたかったのでもなければ、お兄さんの生活の態度について教えたかったのでもない。弟に対して、お父さんはどういう気持ちであるのか、お兄さんに対してお父さんはどういう気持ちであるかということを教えたかった。あれはお父さんの物語です。あくまでも。そこを忘れちゃいけない。神に近づきなさい。ちょっとでも私たちが神の方にこの向きを向けたときに、神様の方ではそれよりも勢いでもって、わーっとやってきて、そうしてですね、弟、この息子を抱きしめる。これが神様だというんです。神に近づきなさい。そうすれば神はあなたのところに近づいてくださいます。何にも難しいことではない。宗教は、信仰は何にも難しいことではない。哲学とは違う。理屈ではない。神に心を向けたときに、神の方で私たちに近づいてください。愛する皆さん、私は本当に神に近づきなさいというこの言葉が今日もう一度ですね、皆さんと一緒に分かち合っていきたい。そして神様はどんなお方で、思いを持って私たちに心を向けてくださるお方であるか。私の短い人生、儚いと思われる人生、本当に手幅のほどしかないような人生であるかもしれませんけれども、その短ければ短いほど神様は麗しく装ってください。その麗しく装うということはどういう意味でしょうか。ご自身の愛を豊かに注いでくださる麗しさであるということを覚えてほしいと思います。お祈りして終わります。天の父なる神様、神に近づきなさい。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。今日この言葉が私の人生の大きな踏み出しとなることができますように。お一人お一人の上に働き続けてくださいますことをお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。